ちら、パスコ×ゴディバコラボ商品5品とたっぷり満足シャキシャキメンチカツサンド、じゅわっとバター染み込むメロンパンを食べたい。バター染み込むデニッシュメロンだ、ちゃんと言えよ自分。この2つはなんか前に何ちょっと食べてほしいっていうリクエストをいただいて、多分この2つだと思うんですけど、お、まあ間違ってたらごめんなさい、食べてみたいと思います。まずはどれにしようかな、こちら、まず山崎の、じゃあリクエストをいただいてもお待たせしてしまったので、メンチカツサンドから食べていきたいと思います。おー、結構大きいですね。コッペパンが真っ二つにスライスされているので、わあ、崩さずに食べるの大変かも。それではいただきます。コミュニタイムな、うん、ボリュームは確かにあるんですけど、ちょっと名前負けしている部分がありますね。一方でゴディバコラボはさすがとも言えるチョコレートの味わいがすごい。ローソンやミスドとはまた違った美味しさがあって、もっともっと食べたくなるような味わいになっています。デニッシュメロンもじわーっと旨味が広がってくる。ねっといろいろ食べたくなるパンですね。だけど他にもいろいろ食べたいものがあるんだよな、だから悩むって、ま、結局食べちゃうんですけどね。それぞれの詳細な味の説明はこの後他にプラス。ごちそうさまでした。最初に食べたたっぷり満足キャベツメンチカツサンドは確かにメンチカツとパンはボリューム満点で、お肉の旨味はしっかり感じるんですが、シャキシャキ食感というほどキャベツは入っていない気がしましたね。全然音も聞こえてこなかったので、メンチカツサンドとして食べると美味しいんですけど、キャベツと言うと治ってる割にはイマイチだったかなと思います。もうちょっとキャベツ多い方がバランスも良かったかな。で、次に食べたこちらのゴディバガトーショコラタルトは、下のタルト生地はしっとり系で、上の濃厚なチョコクリームの上にじゅわーっと広がってくる美味しさがありました。さすがゴディバというべき濃厚さでしたね。で、次に食べたこちらのテリーヌショコラ、チョコチップが入っていてコリコリとした食感も楽しめるんですが、タルトに比べるとチョコの味わいは若干弱いかなと思いました。例えば先日食べたローソンのコラボにもテリーヌあった気がしますけど、あれあったっけ、しっかり覚えとけよ自分って話なんです。それに比べると若干チョコが弱いので、より広範囲に出る分大衆寄りになってるかなという印象です。その次に食べたこちらのジュワジュワバター染み込むデニッシュメロンは、メロンパンなので表面がザクッとしてるのはもちろんのこと、中もサクサクとしたデニッシュ生地になっているので本当に食べ応えがある一品になっています。噛めば噛むほど味が出るメロンパンと言えるかもしれません。最後に食べたゴディバのショコラブレッドも同じく噛めば噛むほどチョコの味わいが広がってくるんですが、なんか上のチョココーティングがボロボロ崩れて少し食べにくいのが残念かなと思いました。食べにくさと美味しさは両立しにくいものなのかな、いやそんなことないと思うけど。というわけで今日食べた中だとこちらのゴディバガトーショコラタルトがチョコレートの濃厚さと下のクッキー生地のバランスが良くて一番美味しいと感じたので日常演舞はおすすめします。点数は5点とさせていただきますね。それでは、夏の日に穴があるかな、涼しいわ、確かに穴の中は涼しそうですけど、そのまま埋められちゃったらまずいですよね。はい、というわけで本日はリクエストいただいていたと思われるパン2つとゴディバ×パスココラボパン3品を食べたい、食べたいじゃないわ、食べました。
もしあなたも何かリクエストしてこっち食べてほしいものがありましたら、下の概要欄の Google フォームか、あるいはマシュマロに送っていただけると私も嬉しく思います。ではご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演。